かいね。今日もほげてはあかいけど、ほげちはね、4月からね、あの新アニポケシリーズでね、主人公だもんね。君見ました？一番輝いてたの誰だ？ほげーちー。いやー、サトシ引退でまさかのほげーちが主人公になるなんて、そんな来るとは思ってた。正直器ではあるなとは思ってたけど、こんな早くほげーちが新アニポケのサトシに代わる主人公になるなんて、ちょっともうっていう感じですね。いやー、びっくりしたわ。だってさ、この前さ、サトシなんか続投みたいなトレンド入ってませんでした？結構前にサトシ引退っていう話題もさ、まあこのほげちのね、国際不可厳選の配信で、まあ、触れていたじゃん。でもさすがにサトシはまだね、ポケモンマスターになってないし、いや、これからもさ、サザエさんとかちびまる子ちゃんとかさ、ドラえもんみたいな感じでさ、ずっとサトシではあるんじゃないのって言ってたじゃん。びっくりしたよ、みこ。今日仕事終わってさ、ツイッター見たらさ、またサトシ引退ってなってて、ふぇみたいな。しかもね、いや、さすがにネタでしょうと思ったんだけど、ガチだったっていうね。まあ、引退言うても、まあ、最終章に突入しますよっていうお知らせだったんですけど、いや、でもさ、最終章めちゃくちゃ楽しみではあるな。サトシもいい年だからね、やめなよ。変わってないんだよ、まだ。ナルトも主人公変わったし、まあ、ナルトもね、まあ、お父さんになって、息子の世代へとね、次の世代へとね、変わっていったけど、いや、まさかだったなー。てかね、サトシが引退ってよりも、ピカチュウがこうセンターに来なくなるってことが考えらんない。別の主人公のピカチュウっていうのも全然違うから、まあ、サトシが引退するならピカチュウもってなるよねーって。なんかめちゃくちゃ切なくなっちゃった。ポケモンの顔だもんね。そうだよ。新時代って感じ。いやでもさ、いや嬉しいよね。その、ずっとさ、そういう瞬間までさ、見届けられるってのがさ、この時代に生きとってよかった。なーとは思うけど、やっぱなんか、続々とさ、いろんなアニメとかが、最終章突入とか言われるとさ、って。気持ちにはなるよね。新ピカチュウ、新ピカチュウ来ないんじゃない？やだー、ロケット団もいなくなるのやだー。しかもさ、新シリーズが、そのほげーちがね、主人公の新シリーズが4月に来るってことは、マジで4月までってことでしょ？切ねえなー。1年とか猶予あったな。まだなんかね、いいなと思うけど、あっという間じゃん。でも新アニポケにほげーちがね、出るっていうのは、まあ、分かってたことだけど、やっぱりそれはそれですごいワクワクするし、主人公二人のね、なんか絵柄もさ、ザ・ポケモンっていうかさ、今まで見てきたポケモンって感じの目とかがさ、すごい特徴的だったり、なんか楽しみではあるけど、寂しいね。だって初代のアニポケのキービジュを現代版になぞらえてるって感じのキービジュだったんで、なんか白い背景に、前に走ってるサトシに、タケシとカスミがいて、後ろに、みたいな。相棒全部ねえ、激アツじゃんと思ったけど、どうなんだろう。俺戦えんのかな。俺たちの冒険はこれからだ。でもさ、新アニポケにもさ、出てくれると思うんだよね、ミコ的には。なんかレジェンドとして同じ世界線にいるわけであるからさ、年取ったサトシとかがいきなり出てきたりとかしないのみたいな。打ち切りやんそういうのもいいよ。なんか世代交代的な感じがして、結構熱いなとは思うけど、どうでしょう。博士枠は、さすがにないんじゃない？これでは地方だから、まあ、博士ももういるじゃん。ってなのか、まあないと思うけど、レジェンド的な感じで来るんじゃないの？しかもさ、ワンチャン後ろ姿だけとかさ、顔映さないでさ、ピカチュウとあのサトシの後ろ姿だけとかさ、なんかふわっと感じさせるぐらいの登場の仕方だったら、エモいよね。そこまでなんか想像してしまう。これはサトシみたいな。激アツみたいな感じ。エモい。いや、マジエモい。どうなるんだろうな。いや、でも、何はともあれ、最終章はめちゃくちゃ楽しみで、ちゃんと追っていきたいなーって気持ちだな。リアタイできるかと言われたら多分できないけど、ちゃんと追っていきたいなーとは思ったな。100% 泣けるね。
まあ一緒に育ってきたようなもんじゃん。一つの時代が終わってしまうと、いや終わりではない、始まりなんだよ。ポジティブですね。正直、ホゲーチが出るってだけでミコは。もう全力応援だわ。